対戦よろしくお願いします。ついに来てしまいました禁止伝説環境ということで、トップバッターはアギアスコライドンでございます。暴力的なステータスを持ちつつも、ヒヒイロの鼓動で、晴れにしつつ、晴れの時は攻撃が 1.33 倍という、なのになぜかトンボ返りもらえてるという、よくわかんないやつでございますね。果たしてランドロス君でも無事で済むかどうか。ふっふー。さてどうしましょうか。じゃあ、コライドン行くか。コライドンと、どうしましょうかね。お相手的には、ブリジュラス、いや、ここはドレディア行くか。ドレディアと、何きついかな。ライク入れとくか。と、まあ、見るからにですね、コライドン強いからなんとかなるやろみたいな感じで雑に古代組ぶち込んだだけのパーティーでございますが、きっとコライドンが、そのインチキっぷりをね、遺憾なく発揮してくれるかと。ただ言うてお相手にもミライドンいるんだよな。よろしくお願いします。これから4、5ヶ月の間は禁止伝説環境なわけですよ。はい、こんにちは。行くぜヒヒロー。さあ止められるかよ。威嚇で攻撃が下がった。ふーん。だけど、コライドン側に打点がないね。さてさて。じゃあ、試しに打ってみましょうか。軽やかなるジャブを。いくぞー！フレアドライブ！半分いった。すげえ。ハンドによるダメージ。これ、炎テラスだったらさらに 1.5 倍乗るのか。ちなみに陽気ですゆえ、これはもうお相手猶予がないぜ。交代しておきますか。とりあえず殴られそうな感じするしね。ドレディエ、威嚇をしてもなおダメージがめちゃくちゃ通ってんの怖いっすね。こうしてみると、例えばこれが炎テラスかつハチマキとかだったらランドワンパンっすよ、これ。やば。普通にありだよな。もはや、ランドでも受からん時代が来ている。ここでお相手はどんな技を選択するだろうか。撤収よ。任せた。ストラ。揚力槽、ドレディアの降臨だ。ジェジェン。さすがにまあまあ痛えか。で、お相手を見ます。ハッサムが苦手ではあるかな。ま、望むところか。ここは交代してくるだろうね。してこなかったら、いや、してこないことはねえわ。インファでいけ。お相手を信じますよ。さすがに、なる！ドレディアの氷技はメジャーだと思ったがね。それともトンボでもしてるかい？つうか、ドレディアの急所でこれってことは、あいつの火力、やっぱやべえな。コライドン。さあ、ここでお相手が出すポケモンは、ハッサムだと思うんだけどな。お、神じゃん。でですね、コライドン君には明確な弱点が一つある。それはですね、まあ、こんな感じで羽ばたく神にただ乗りされたとき、古代組にはコライドンの受け先がいません。ああ、コライドンというか羽ばたく神のね、逃げ先って言った方がいいか。なので、まあ今みたいな状況はちょっとしんどいんだよね。まあその辺は草毒のバナとかラフレッシャーとかはいるんで、まああくまで晴れにこだわったらの話です。向こうの方が早いしね。さーて、では消えてもらうか。ヘッド。ま
まだ道具バレはしてないが、ですがまあ単純な対面であればテラスタルでタイプずらせるので、やっぱやべえな、アーギアス。ですがステルスロックがちょっと痛くなってしまった。うえ、遅い。 S 振らないとお前もうダメだぜ。ん？ジャポ？ジャポ？ちょっとダメージ受けちまった。やってくるぜ、未来ドーン。これバレてますかね。ここは交代するか。電気飛んでくるしよ。ライク行っとけ。スカーフ君はこういうところは難儀だね。ですがあれだな、神も S 振ってないっていう可能性はありえるんだよな。 S 振ってないっつうか、なんつうか、うん、まあブースト任せにしてりゃなんとかなってた時代だったんで、禁電環境だとそんな甘くねえかもしんねえよ。五大活性イナズマドライ、さすがに4分の1は通らねえよ。日差しが元に戻ってしまった。活性の効果が切れるが、これがある。さすがにイナズマドライブしてらっしゃるが、竜技はあると思うんだよな。まあ当たり前にしても、ライコ君の出番がかなり怪しいんだよな。これプライドンバックだ。向こうもこだわってる可能性はあるんだよな。でもこの感じだとないか。復活だぜ、ドラゴン技は無効だよ。イヒロの鼓動日差し、改めてインチキだよなこれな。流星群は無効だよ。さてこの状況においてはフレアドライブの方が威力があるんだよな。トンボ、まあ神の一件でスカーフはバレてます。ランドバックはありえますね。いいね、初戦が古来未来対決なの。しかも共に明らかに試合を牛耳っている。途中出てきた神ちゃんが試合のスパイスにしかなってないの怖すぎるな。ほう、テラスタルでタイプをいじってきたが、ノーマル？あれ？アクセルブレイクの餌でござんすよこれ。うえ、トンボの火力か？近電に対してのやるじゃん。ですがこれアクセルブレイク打つとランドがちょっと厳しくなるからね、難しい場面になってきたね。ですがどうするこれ。ボルチェン、さあ向こうもインチキ技を搭載していた。少しでも削ってほしいが、ライコ君にランドの自信を受け止める余裕はあるだろうかと思ったら、思ったより体力減ってんだなこいつ。そうか、いいファ急所食らってたな。そういえばその分忘れてたよ。あれ終わったんじゃね終わってねえかこれ。よし、でもまあ自信は痛いし、ここは寺場しかない。陣台は無効になっているからね、選択の余地がない。さあ見上げろよ、自信極力でも無理しちゃおう。うん、さすがに一致の抜群はきついわな。さあ空を見上げるランドロスよ、地に伏せるとき行くぜ。さあ古代の鼓動が暴れ出す。まあドライブしかないわな。ドライブの天候補正乗ってる時の威力は180、
ブレイクの一致火力のあんたらかんだらしたら、まああんな感じなんで、どんな感じだよ、あんな感じです。いくぜ、フレアドライブ、ぶち抜く。さあ決戦の時だ。電気がいいタイミングで消えやがったな。展開し直し、言うて次のターンで決着はつくが、いいね、熱い戦いだぜ。最高じゃねえのこれ。1試合目として、どっちが勝っても嬉しいね。ではフレアドライブ、天候補正乗ってるからミライドを倒せるのかどうか。でも近電だから耐久あるよな。どうでしょう、行くぜドライブ。勝ったぜ、威力アホか。米印注意、フィッチ技です、フィッチ技ですよこれ。マジかよ、怖っ。これが近電環境ですよ皆さん、ようこそいらっしゃいませ。そして一般ポケモンの皆さん、残念ですがさようなら。対戦よろしくお願いします。両者露骨。やりたいことが露骨すぎますね、あまりにも。はい、というわけで、じゃあ露骨には露骨なパーティーぶつけんよ、よろしくお願いします。まあ神ちゃんでいいんじゃねえかなって感じはするけど、つうかさっきの僕のね戦いはドレディアでちょっと安定行動を取らなかった場合みたいな試合がああなったわけですから、本来はもっと強いということだよな。うん、よろしくお願いします。でしかもドレディアの持ってる隠密マント、あれ絶対ダブルバトルのままだろ。しっかり勝つんだもんな、すげえよ。うん、技構成、近伝の技構成ちゃんとしてれば勝てる時代なんだぜ、よろしく。ま、すぐにそんな時期は過ぎ去るだろうがよ。ほう、こんにちは。コライドーン。さあ、日差しを強め、広大の行動が暴れ出す。もう早速フェアリー化しちゃいましょうかね。お相手見てみると、ほら、フェアリー化するメリットたっぷりでございますよ。で、コライドン君の弱点、フェアリーにはくっそ弱い。タイプは変えてやらねえとな。ある意味テラスタル前提なのか。いやいやいや、こいつほどのスペックになったら、そんなん言い出したらね、ウーラオサクとかもなんかフェアリー4倍で弱いみたいな。僕はあの頃も信じてなかった。いや、悪だっていつか出番が来るとね、まあ、今は水の方が強いんだけどさ。はい、雑談が過ぎたぜ。開幕テラスタルで絶望に追い込む。鋼テラスでも良かったんだが、テラピースが切れちまった。そしてあれだ、プリンター仕様にもポケモンの落とし物もなくなっちまった。こういう時困るね。遅い。さあどうする、虫の息だね。気合の助けで持ちこたえたようだが、くっ、コライドンの弱点をよく分かっているなお相手。仕方ねえな。そう、電磁波にも弱いです。足を完全に潰してしまえば、まあ実際かなり動きづらいっすね。道連れ怖い。ふっ、じゃあ消えてもらいましょうか。お相手の方が遅いっすしね。ムーフォース、羽ばたく神がスパイス要因だぜ、震えろ。魔境の到来にな。いや普通にあったけい岩持たせて晴れ8ターンにすんのも強えと思いますよ。お、3つ、お、お前か。さあエレキフィールドか、どうしましょうかね。フルパワーでぶん殴ってもいいんだが、先制技はお持ちでないはずだ。メイス、これするだけでお前は神を一撃で落とせない。さあテラスタイプ見せてちょうだいよ。氷、
まあ電気に氷の保管は優れているよね。俺にしてもさ、瞑想積んだけど俺はこいつの火力を舐めていたりするんだろうか。イナズマドライ、うお、すげえ、神にここまで通すのか。さあお盆、どうしましょう。今のダメージ的には100近く食らってんだよな。でも晴れなくなっちまったら上取れなくなるんだよな。何もできなくなる、まずい。ムーンフォース、ふわい、勝てー、得を下げたよ、えら。うえ、日差しが元に戻った。活性の方が切れちまったよ。どうしましょうかね、この状況。神ちゃん置いといたらお得な得点がありそうだな。ブリジュラス直帰なら受けれるだろう。頼れる相棒ブリジュラス、稲妻とは何持ってんだろうな、こいつ。効かないね。持久力、さあお相手にはいなせるやつはそんなにいるようには見えないね。ボディープレス、引っ込めた。こだわってんじゃねこれ。ほう、君か。クォークチャージ起動ですが、打点あるの？じゃあこっちかな。とりあえず羽ばたく神狙ってくる可能性はある。ブリジュラス的には逃げる可能性高いしな。やっぱり近殿中心に環境というか対戦が回る回る。日差し再展開、ほう、よく状況を見ていると言えるね。さあ向こうはしっかりこちらを読んできたな。困ったちゃんだ。ハドロンエンジンですが、タイミングが良くなかったな。コライドン倒せんのか。それでブレイク、ほう、逃げた。即逃げかよまあ未来で失うわけにはいかねえよな。この状況はちょっとまずい。ターンがちょっと噛み合いませんでしたな、お相手は。じゃあ行くぜ、アクセル、ブレイク。いやーすごいっすね、結構通るなこれ。ブレイク、お前じゃ上取れねえよ。ブレイク、イエーアイエーオーケー。多分ですけどミライドンこだわってる気配あるな。ってなったらここは稲妻ドライブの選択肢しかなくない。ってなったら、いやでもこだわってると決めつけるのはまだちょっと危ないな。その割には神にダメージ出てなくないっすか。言うてあいつ HP っすけど、どうなんだろうな。まあブレイクでいいよ。イナズマドライ、よう頑張ったぜコライド。まひってんだよなこれで。まあスカーフ巻いてるんで S に関してはそれでも波のポケモンよりは早い。それこそカイナよりはね、 S 振ってようが上は取れるし。さてこの瞬間なら一矢報いられるぜ。羽ばたく神、キャンバック、こんにちは。発生しちゃうよ。んではムーンフォース、特攻下げてくれたら諦められた。多分こだわってますねありがとうございました。対戦よろしくお願いします。大が来たね。
大垣来ましたね。そしてメタモンとかいう雑に金殿パクろうとしてるその腹がもうスケスケだぜこれ見える見える、そう雑にパクろうとするお相手の姿が見える見える。ブリジュラス君エレクトロビームにしてたっけ。してますね。オッケー、出ようか。コライドンは後ろに控えておこうか。にしてもさ、ライコ君ってボルチェン覚えないわな。覚えないよな、さすがに。ライコ欲しいな、ボルチェン。この環境だと。すでに環境を語るレベルになってしまったか。うむ。まあ、コライドンに対しては神のカウンターがあると思ったけど、あのメタモンもスカーフを持っていたらそんな単純な話ではなくなってくる。でも僕のコライドンは、持ってやがるアイアヘッド。やめろ。やめれやめれ。どうしようかこれ。ライコの方がいいかな。ドラゴン技は持ってないんですよね。こっちの方がいいかも。よろしくお願いします。で、たけるライコを調べます。たけるライコはね、僕あの方しか使ってないのよ。だからそれで問題ないぐらい強かったから、ボルチェンなんていう最強技があるわけねえだろうみたいな感じあるんですけど、調べてます。ボルチェンはパッと見ないですね。よかった、世界平和だ。お、こんにちは。どうしたん、つぶそか。電磁波天中うふい。さあもう君に猶予はないね。麻痺一つ巻いて退場するか、雷光に交代するのも手か。人雷任せの人生ってどうよ。ぶん殴られたら痛えしな。ラスカロ、これでコライドンに対抗できるポケモンが1枠減ってしまったね。そら、つうかブリジュラス海洋ガに対しても強いなこれ。やべえなこいつ。おそらく残り海洋ガとメタモンだと思う。禁止伝説2体でドーンしたくね。海竜だ。ほう、ラスカノでいい。リュウノワイ、行くぜ。あか、まあまあ波動ありますぜ、ありますぜ、波動ありますぜ。まだ舞うか。お、自信悪い。1枚程度じゃ無理。ブリジュラス舐めてんじゃねえぞ。行くぜ。うお、耐えやがった。お相手もさすがだね。んじゃじゃん、うお、最後に神速の一発でもしてくるか。いきます。向こうとしては龍舞してるし、ドラゴン技入れたい場面だよなこれ。トンボで十分だよお前なんてどうせこれは最後大賀だろうし。トンボ、欲張り者には制裁よ。スカーフですよ、無慈悲だ。覚えて帰ってね。実際めんどくせえだろうなスカーフのこいつ。さあこれで海洋ガだった場合は天候を奪われることが確定した。ざまないね。ライコー古代活性だぜ。さあお相手の最後のポケモン誰だ。メタモンでもまあ、うお、どうぞ使い勝手悪いぞメタモン的には。はい、ではどうすんのかな。瞑想でゲームセットだね。はいいやーやべえわ、トンボあんのやべえわ、ずりーよ。というわけでね、まあ禁止伝説環境幕開けってことで、紹介したいポケモン山ほどいるんで、しばらくは毎日投稿また復活すると思いますので、改めてよろしくお願いします。次の回は、コライと、クレバ、次は、アーギアス。ありがとうございました。
お楽しみに。